おはようございます。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。今はおはようございますっていうよりはどちらかというともうお昼過ぎの時間です。で、今日はもう本当に普段着で家から出る予定もないので、もう髪の毛もね縛っただけでスティックのりしないし、着物も一応着るけど下は長襦袢着ずにパーカーで、下はペチコートを履いてます。ペチコートっていうかセテコみたいなやつですねを履いてます。そしたらまず着替えていきますか。今日着るのはウールの着物を着ます。これですね。これ割となんだろう、ウールなんだけど手触りそんなチクチクしないからすっごくいいやつなのか、もしかしたら綿とか混じってるのじゃないかなって思ってるウールです。これはね、義理のお母さんからいただいた着物ですね。お母さんはあんまり、まあ、仕事とか子育てとかで忙しくって全然着物着れないまま、いわゆるタンスの肥やし状態にしてなってたっていう風に言ってたんですけど、このウールはすごく気に入ってたみたいです。一番のお気に入りの普段着だったっていう風に言ってましたね。実際可愛いですよね、この赤黒で麻の葉ってかっこいい。いや、センスいいなって思いました。こういうのってだってリサイクルとかで探しても全然ないし、ウールとかじゃなくて普通のっていうか、なんだ、まあ証券で売ってるような紬とかコモンとかの着物でも見かけたことがないので、麻の葉は割とあるけど赤黒っていうのがね全然ない。浴衣とかでもないから、よいしょ、かっこいいし素敵だなって思ってます。でね、この着物をもらったのがね、お正月に地元に帰省した時だったんですけど、せっかくなんで帰省した時にその場で来て、まあ、1日過ごして来てお見せしたっていうことをねしたんですよね。そしたらね、お母さんはなんか当時の思い出話と、お母さんのお母さんになんか用意してもらった着物でみたいな話とか、なんかね、せっかく用意してもらったのに全然着れなくてすごく申し訳ないなってずっと思ってたんだけど、今こうやってなんか譲り渡すことができてよかったっていう風に言ってくださって、で、まあ、そのお母さんのお母さんの方はもう亡くなってていらっしゃらないんですけど、多分そのことを思ってちょっとね、お母さん涙ぐんでらっしゃりとかしたりとかして、あの着物ってやっぱり特別な衣類だなっていうのもまたその時に改めて感じましたね。なので私はありがたくこのね、麻の葉柄の着物、まあ、これだけじゃなくてウールの着物とか、まあ、紬とかをいただいたので全部ね大事に着ていきたいなって思ったし、実際に直接もらった着物じゃなくてもリサイクルでね買ったやつもきっとそれぞれの着物になんかそれぞれの人方々の思い出が詰まってるんじゃないかなって思うと、一枚一枚がねすっごくね愛おしく感じます。いや、着物好きになってよかったなって思いました。これからもね大事に着ていきたいと思います。そんなわけで今日は襟止めだけして中パーカーで腰紐だけで締めて、これだけです。もう最近普段着はこれが一番楽な気がしてきました。多分ね、夏になったら浴衣一枚で同じことやるんだろうなっていう気がしますね。伊達締めとかもういらないんじゃないかっていう感じです。多分私これでスーパー全然行けます。スーパーとか郵便局とか行けますね。逆にこのフードがあるからこそこういう着方なんですっていうか、着物っていうよりはもうこういう服ですみたいな感じの顔して
なんか涼しくいられるのかな、涼しい顔していられるのかなっていうふうに思いますね。はい、そう、このウールもね、あのアンサンブルになってて、羽織同じこの柄のね羽織もあったんですけど、まあ、それは今日ちょっと暑いかなと思うので着ずにいようかなって思ってます。そしてそう、昨日あの大島紬着て、塩勢の帯の、お太鼓、お太鼓っていうか名古屋帯をしたっていう格好で一日過ごしたんですけど、その時にね補正を入れたじゃないですか。そのことをねちょっと今日報告したいなと思って、補正はそう本当は夕方夜家に帰ってきてこんな感じで着崩れ感はこんな感じですってお見せできたらよかったんだけど、ちょっとね時間がないっていうか、夜はね夫が帰ってきてるのでちょっと動画撮れない感じなので、まあ、別に撮ってもいいけど、せっかくね夜も割と遅い時間だったので昨日は撮りませんでした。なのでちょっと軽くどんな補正をしたかっていうのと、あと感想をちょっとねお伝えしたいなって思います。でどんな補正を入れたかっていうのが、まずねこれはあの普通のフェイスタオルを、これどうやって作ったんだろう、普通のフェイスタオルをなんか多分これくらいの長さに、フェイスタオルを縦に半分に折ったものをこういう長さに切って、で端っこはあの折り曲げて三角形にして塗ってあるっていう代物です。これね作った時の記憶なんだろう、端っこはほら見たら分かると思うんですけど切りっぱなしで処理してないから、まあその当時から私はやっぱり意識低かったんだなっていうことを感じますね。で当時ミシンも家にあったやつの使い方がちょっとよく分かってなかったので、実家の古いミシンのね、なので手縫いでなんか超適当に塗ってありますね、見えづらいかな、まあ、超適当に塗ってあるっていうものです。これは以前実家で何年前かな、それこそ 5,6 年前とかにあの思い出のウール着物が発掘された時に、どうやって着物って着るんだろうって調べて、そしたら補正をしましょうみたいなことが出てきたので、あ補正しなきゃいけないんだと思って作ったものです。こう端っこはそうね、これは腰紐を切ってなんか塗ったやつですね。プレタの浴衣とかを買ったらいっぱい腰紐がついてきて、家にいくつかあったのでそれをなんか切ってつけたって感じですね。腰紐のさ縫い方超適当だから、見てこれ、これで私昨日補正してましたから、これでも全然いいってことですよね。もう玉止めをね、玉結びか知らないけどどっちか、もう隠す気ない、これ。しかもこの針目超適当だしっていうこういう感じです。でもまあ確かにこういうの普通のタオルを当てるだけでもいいけど、あったら便利だったなっていうのは思いましたね。昨日やってみてこれを使いました。これとあとこれ1枚だけだともうちょっと腰のくぼみ埋まらないかなと思って、これあの100均で買った手ぬぐい、広げたら薄くてあの広がるやつ、これね普通の手ぬぐいを折りたたんで、折りたたんだやつを真ん中、タオルの真ん中ぐらいに当てて、で腰に当ててました。昔はね補正って言われても何をどうしていいのか分かんなくて、とりあえずやってみたけどどういう効果があるのかっていうのも全然分かんなかったんですよね。全然分かんないから、うん、じゃあ別にいいやと思ってしてなかったんですけど、ある程度着物を着て慣れてくると、あここ確かにちょっと埋まってたらいいかもとか、こうこうしたらもっとなんか楽になるかもとかっていうことに気づけるようになってきたので、意外と補正って高等テクニックだと思いました。そう、何をどうすればいいのかっていうのは実際に来て過ごしてみて、こんな崩れ方するとかここがちょっと困るっていうのが出てきた時に考える手段なんじゃないかなって。でこういう風にねあの真ん中に置いて、でこの腰のとこに当てて、あれ腰のとこに当てて、で縛ってっていうのを挟んでましたね。これだけだったらそんなに
手間ではなかったから、まあ柔らかものとか証券の着物を着るときは、あとお太鼓するときとかは、私は暑くなければ一本こういう補正を挟んでもいいなっていう結論に達しました。今日みたいにね、もうほんと普段着とかだったらもうこれでいいやっていう感じです。そんなわけでね、そう、昨日それで1日補正して過ごしたんですけど、まず補正してるからっていう不快感は一切なかったです。そんなにね、この紐もぎゅうぎゅうに縛ったわけじゃないし、そう、全然不快感は一切なくって、あと昨日の動画でも言ってたんですけど、帯とかの当たりがすっごくマイルド、そんなになんか痛いっていう、角が当たって痛いとかそういうのが全くなかったので、それは普通に良かった、何もせずに着るよりむしろ良かったぐらいです。うん、なんか補正ありだなって思いました。で、崩れる心配も全くなかったですね。ここのこのね、見えるかな、なんか着物着てるとさ、ここがこうズル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 なんか下がってきて、こんな感じでおはしょりがここなくなっちゃうっていうことが、割とツルツルした着物で よくあるんですけど、でその度にね、ここ引っ張って直してっていう、で直してると、ここだけ直してるとなんか全体ぐちゃぐちゃになってくるみたいなことが割とあったんですけど、補正かましたらね、一回もこのおはしょりいじらずに、気にならなかった、いじらなくても全然気にならなかった。なので、まあ普段着でね、補正するっていうのも一つありかなっていうことは思った出来事でした。腰だけでもやると、私の体型では腰だけやればいいなって感じですね。胸とかもね、前振袖着せてもらった時は知ってもらって、多分そしたらその方が、補正した方がもしかしたら綺麗に着れてるのかもしれないですけど、またちょっとそこら辺は検証してみてもいいなって思います。ただね、どんどん暑くなるから検証するのは今のうちだな。またちょっと考えてやってみます。はい、それでは今日はちょっとこれで洗濯と掃除を頑張ろうと思います。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは。